水蒸気母艦日進。水蒸気母艦とは、洋上の水蒸気基地となる艦船です。水蒸気母艦は、大型艦ですが、戦艦や重巡洋艦のような大口径砲を搭載せず、搭載する水蒸気を主兵装としています。例えて言うなら、飛行甲板を持たない航空母艦のような船なのですが、実は、この水蒸気母艦、日進、日本海軍を象徴した巨大戦艦、ヤマトと関わりの深い船でした。船の、サイズや形、兵装に、全く、共通点のなさそうな、日進とヤマトには、一体、どのような関係があるのでしょうか。今回は、そんな日本海軍の水上規模艦、日進についてお話しします。新型ディーゼルエンジンのテストヘッドだった、日進。太平洋戦争当時、日本海軍だけでなく、広く、世界の海軍を見渡してみても、水上艦のエンジンは蒸気タービンエンジンが主流でした。そんな中、水上規模艦、日進は、ディーゼルエンジンを採用した大型艦でした。日本海軍では、日進の以前に、千歳、千代田、瑞穂という3隻の水上規模艦を建造していました。千歳、千代田は、蒸気タービンとディーゼルエンジンを併用した機関を採用し、瑞穂はオールディーゼルエンジンとなっていました。日進も、その流れを受けて、オールディーゼルエンジン艦となりました。日進が搭載した機関は、11号ディーゼルエンジンというタイプの改良型でした。11号ディーゼルエンジンは、潜水母艦、大名に採用されたディーゼルエンジンでしたが、信頼性に問題があり、それを改良したものです。このディーゼルエンジンは、副動2サイクル無機噴射式で、日本海軍では、海軍軍縮条約明けに初めて建造する大和型戦艦のエンジンとして採用が検討されていたエンジンでした。結果的に、この新型のディーゼルエンジンは試験結果こそ優秀だったのですが、信頼性や耐久性という点の不安が拭いきれず、最新鋭戦艦である大和型戦艦のエンジンには採用が見送られることになったのです。何しろ、分厚い装甲で覆われた戦艦のエンジンに不具合が見つかった場合、エンジンは艦内奥深くに設置されているため、交換は容易ではありません。そんな流れもあり、ご存知の通り、オーソドックスな蒸気タービンエンジンが大和型戦艦に採用されることになりました。代わって、このディーゼルエンジンが採用されたのが、今回のテーマである水上規模艦、日進だったのです。艦船本部としては、最新鋭戦艦のエンジンとして搭載する前に、テストヘッドとして日進に搭載してみたわけです。日進での実用試験が問題なければ、大和型戦艦以降に建造される予定だった超大和型戦艦などの将来型戦艦への搭載が行われるはずでした。このような事情により、日進は大和型戦艦ととても縁の深い船だったのです。運用面でも大和型戦艦と縁のある日進。また、水上規模艦日進は作戦運用の面から見ても、大和型戦艦をはじめとする日本海軍の各種戦艦たちと深い縁で結ばれていました。日本海軍の作戦構想は、全舷洋撃構想という戦艦部隊による艦隊決戦を想定したものでした。海軍軍縮条約で戦艦などの主力艦の勢力に制限を受けた日本海軍は、戦艦の勢力で劣勢な状況を少しでも改善させるために考案したのが全舷洋撃構想です。日進に限らず、日本海軍の水上規模艦というカテゴリーの船は、この全舷洋撃構想の一環として整備された経緯があります。日進が計画された当初は、日進は、平和な時代は、大型の機雷敷設艦として、戦争が始まれば公表敵という超小型の潜水艇を発進させる母艦として運用しようというプランがありました。この流れに沿って第3次補充計画に組み込まれ建造されたのですが、結局、軍縮条約明けの海軍軍備をめぐる状況を受けて、最初から公表敵の母艦として建造されました。もし、アメリカ海軍との間で艦隊決戦が起こった時には、搭載している12隻もの公標敵を次々に発艦させて、アメリカ海軍の戦艦部隊に通撃を加えるはずでした。
前言揚撃構想の一環を担うというのは、こういう意味からで、運用面でも、大和型戦艦と深い縁があったことがわかります。太平洋戦争での日清。昭和16年、1941年12月8日、日本海軍が、アメリカ海軍の根拠地であるハワイ真珠湾に奇襲攻撃を加え、太平洋戦争が始まりました。戦前からの前言揚撃構想では、日本本土めがけて襲来してくるアメリカ艦隊の戦艦部隊を揚撃するはずでしたが、日本海軍は戦争開始と同時にアメリカ海軍の戦艦部隊をハワイ真珠湾基地で壊滅させてしまいました。これも、ある意味で、前言揚撃構想と同じ結果を招来したわけですが、これで太平洋戦争が決着したかというと、そうではなく、この後も戦争は長く続きました。この間、日清の主兵装である公表敵には活躍の機会はほとんど訪れませんでした。その理由は、太平洋戦争が海と空の戦いになったからです。戦艦同士の決戦は起こらず、戦艦の役割は空母機動部隊の護衛か対地支援射撃がほとんどで、海戦では見えない水平線の遥か彼方にいる敵艦隊に向けて航空機を飛ばして戦いました。公表敵の出番は白地攻撃がほとんどでした。公表敵はその構造上、航続距離が大変短く、そのため洋上で敵艦隊に攻撃するのは適していても、白地への攻撃は不似合いな兵器でした。そのため、日清には出番が訪れず、太平洋戦争の大半の時期を輸送艦として過ごしたのでした。そんな日清の最大の功績は、公表敵母艦や水上艦母艦としての任務ではなく、ガダルカナルの戦いでの陸軍第2師団の輸送任務でした。日清は、第2師団のために、戦車や野砲などの重火器を輸送しました。水蒸気や公表敵を輸送するために、艦内に広いスペースを有していたため、そして、大和型戦艦をも上回る高速力を有していたため、こうした任務にも、日清は十分応えることができたのです。日清は、アメリカ海軍潜水艦や航空機からの攻撃により被害を受けたりしながらも、ガダルカナル島タサファロングに物資の揚陸を成功させました。ショートランドに帰還した日清は、その後も続いていたガダルカナルの戦いに従事していた陸軍を支援するため、物資を運び続けました。本来の任務に恵まれなかった日清ですが、ガダルカナル島への輸送任務以降も、陸軍の物資以外に魚雷艇を輸送したりと、困難な任務を黙々とこなし続けました。しかし、日清にも、やがて、最後の日がやってきました。昭和18年、1943年7月21日、日清は、護衛の駆逐艦部隊を引き連れて、ブーゲンビル島へ、日本陸軍の戦車や野砲などを輸送するため、ラバウルを出発しました。どうも、この時、日清はエンジントラブルを抱えていたようです。22日、ブーゲンビル沖を航行中、アメリカ軍の爆撃機、戦闘機の攻撃を受け、爆弾が数発命中、大火災を発生した後、沈没したのでした。日清部隊は、ブインから飛び立った日本海軍航空隊のエアカバーを受けていましたが、アメリカ軍の航空部隊の規模が、それをはるかにしのぐ規模だったため、防ぎきれなかったのです。まとめ。今回は、日本海軍の水上規模艦、日清についてお話ししました。水上規模艦である日清は、大和型戦艦といろいろな面で、縁の深い船でした。前言揚撃構想に基づく、艦隊支援艦として建造された日清には、太平洋戦争で、活躍の場は訪れることなく、もっぱら輸送艦として使われ続けました。そして、最後は、アメリカ軍の大規模な航空部隊による集中攻撃を受け、沈んでいったのでした。ご視聴ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。